どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今朝の4時45分ぐらいです。大阪に用事があるので、その前にちょっと終わらせなきゃと思って、いろいろ作業してたら徹夜してしまいました。はい、なのでちょっと今頭がぼーっとしてて言葉が出てこないですけども、はい、行きます。あー、大丈夫かなこれ。朝食です、バナナとミックスナッツ以上です。はい、天の声のショッピンです。多分これ注釈とか説明がないとわけのわからない動画になってしまいそうなので、僕が天の声からちょっと注釈というか追加説明をさせていただきます。で、これは大阪に向かっているんですけども、輸出の仕入れですねをするために大阪に向かっています。大阪で僕がお世話になっている木村さんっていう人がいるんですけど、その木村さんが、よくしてもらっている取引先に僕も紹介してちょっと案内してもらうっていう感じですね。早速軽く日本語が崩壊しますけども、よかったら楽しんでいってください。はい、ということで、大阪の梅田ですねに行きました。いやー、懐かしい。なんか僕が 2,3 年前来た時もなんかあんま変わってない気がするんですけど、はい、まあでも、そして気温がですね、めっちゃ寒いんですけど、僕今これ、ポケットブルーパーカーの下半袖1枚なので、結構舐めてましたね、この気温。はい、ということで時間になりましたので、今から木村さんと合流をします。おはようございます。で、木村さんがお世話になっている取引先を紹介してもらいながら、商材をこう仕入れながら、それ、ちょっとそこは見せられないんですけども、それが終わったので、次からの映像はランチタイムになります。帰りまーす。いやー、美味しそう。美味しそうですね。はい、同じです。遅いです。いや、いただきます。いただきます。うん、うまっ。ありがとうございます。木村さん、ちなみに身長伸びました？ちょっと伸びたかもしれないですね。本当でかいですよね。そんな伸びないですよ。そんな伸びないですよ。今何センチですか？190ですね。190。羨ましい、本当に。ランチも食べ終わって、その後ちょっと大阪での仕入れも一通り終わりました。で、木村さんと、そうだ、京都へ行こうということで、今車に乗って京都へ向かっているところです。まあ結構時間が、かかるので、その車からの車窓ですねの雰囲気とか、お見せしていきたいと思います。いや、僕はもうこのカメラで十分です。はい、今もうめっちゃ満足してるんですね。満足します。りょうさんは今欲しいカメラとかあるんですか？いや、ないですね。りょうちゃん撮りたいとかあるんですか？あー、でも撮りたいですね。あ、ほんまっすね。スマホででも撮ってますよね？スマホではめちゃめちゃ撮ってますね。後でちょっと見てください。あー、ぜひぜひ。おすいません、仕入れが楽しすぎて京都の街並みを撮るのをすっかり忘れてしまいました。なので今からは京都で仕入れが終わって、兵庫の宝塚に戻って、そこで、奥さんと合流をして、で、夕飯を食べましょうっていうところからまた再開です。よいしょ。よっこらしょ。あ、寒い。風が日暮れるまでずっと T シャツでしたよね。京都の T シャツ。どうぞ。ありがとうございます。どうもさんですか？お米でもどうぞ。失礼します。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いけますかね？あ、じゃあちょうどいいですね。お米は取りにしてます。お疲れ様です。
と教えてあげて、うん、で帰ってきたら返品。これ見てこれ花火してたでこれ見て思ったんちゃうんです。本当お持ちしたんですけども、カボスだけでも十分美味しい。あ、わかりました。お好みでお使いください。めっちゃ美味しそう。ちょっと辛いのでお好みでお使いください。はい、はい、なんか山口の天然のクエの写真です。こちら青森のサバのピンチとこちら、淡路の天然クルマエビ。すごくないクエをかけにお召し上がりいただいて、ウニはおのりと一緒にお召し上がりください。お塩お醤油もございますので。はい、ありがとうございます。さっき召し上がりください。あの店員さんもなんか僕が撮ることを意識してちゃんと考えてくれてるすごいですよね、角度がありえますね。うん、中はすごいいいんですよ、いよいよ言い合えるから。うん、ほら宝石はありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございました。入り方なんですけど、はい、まっすぐ抜けていただくと、ちょうどあの裏手の駐車場に出ます。なるほど、はい、ありがとうございます。なるほど、この静かな感じめっちゃ好きですもん。怖くないですか、逆に静かさ。あ、まあ僕男なんで。結構向こうの人も。あ、そうなんですよ。556なので、あ、こっちですね。はい、556です。ありました、入ります。うわー、めちゃくちゃ高級感ありますね。では早速ルームツアーをしていきましょう。まずはここ、はい、洗面台ですね。お手洗いと洗面台、洗面台もいいですね、高級感があって、はい、ちょっとまあ古臭いですけどね。で、はい、こんな感じになってます。あ、でもすごい綺麗に手入れされてます。本当に清潔感ありますね。で、こっちに鏡があって、これなんでしょう。よいしょ。あ、棚ですね。はい、棚があります。ものすごい綺麗です。はい。で、こっち部屋、ちょっとダウンライトにしてみたんですけど、めちゃくちゃおしゃれです。で、今回このおしゃれな旅館を木村さんが予約してくれたんですよ。もうどんだけ神対応してくれんのっていう感じで、本当ありがたいんですけども、そう、まあ、なのでせっかくここの宝塚ホテルに来れたので、ちょっと皆さんにも宝塚ホテルのちょっと雰囲気をお見せしていきたいと思います。あ、めっちゃ噛んだな。ロビーとかね、ちょっと歩いてみたいと思います。ただまあこういうのってこう明るいうちに撮った方がいいのかななんていうふうにも思ったりするんですけど、まあその明日の朝起きられる自信が全くないので、ちょっとそうですね、うん、今撮っちゃいましょう。はい、ここはロビー階です。今夜の11時なので、もう人が誰もいないですね。めちゃくちゃ静かです。で、ここがラウンジですね。おお。うわあ、なんかこれは上品ですし、なんか格式が高いっていう感じがしますね。
やーなんかめちゃくちゃ静かですね。本当になんかもうシーンとしてます。で、まあこれ聞いた話なんですけど、その宝塚ホテルは、まあ、今映像でお見せした通り、そのブライダルもやってるんです。で、その宝塚の人たちはその宝塚ホテルで結婚式を挙げるっていうことが一つのステータスになっていた、まあ、そんな時期があったそうです。はい、なので結構格式は高いホテルということで、まあ、宝塚ホテルのアピールでした。中庭なんかもなかなかおしゃれなところもあったと思うんで、まあ、真っ暗でなかなか見せられなかったんですけど、そうこういうラウンジとか、そうまだまだいろいろおしゃれなところはありますので、まあ、そこら辺はまた明日、明日ですね、明るい時起きれたら撮影をして、皆さんにシェアしていきたいと思います。なので、部屋に戻ります。もうお風呂は明日でいいや。おやすみなさい。おはようございます。はい、ということで、まあ、準備も整って、あと5分後に木村さんと待ち合わせをするので、今からロビーに行ってチェックアウトをして木村さんを待ちます。いやー、宝塚ホテル本当におすすめですよ。本当におすすめですよ。もう木村さんが予約してくれて、もう嬉しい。もう最高ですね、木村さん。本当にもう皆さんも応援したいな。そして中庭はこんな感じになってます。なんかちょっとまあ古い感じはあるんですけど、でもしっかり手入れをされていて、で重厚感もあって高級感もあって、もうおすすめですね。本当に。おはようございます。ゆっくりできましたか？最高でした。本当ですか？良かったです。本当に最高でした。めちゃくちゃいいとこじゃないですか。良かったです。最高だ。本当にありがとうございます。もう、あ、とんでもないです。今日も可愛かったですかね、こちら。いや、可愛かったです、ね、可愛かった。で、この日は名古屋に行こうということで、木村さんがお世話になっているその名古屋にいるお得意先っていうか、そういうところに紹介をしてもらいながら、商材を仕入れながらっていう感じで、やっていきました。で、その部分をお見せしてしまうと動画の尺もかなり長くなってしまうので、名古屋での雰囲気は今回は割愛をさせていただきます。で、今回の動画を見て、なんかショッピンさんが旅行をしてるのか仕事をしてるのか YouTube 撮影をしてるのか、なんかよくわからないっていう風に感じた方もいるかもしれません。で、僕も編集しながら、あれ、ショッピンこれ動画で何が伝えたいんだろうっていうのをちょっとわからなくなった時もあったんですけど、まあ、今回の動画で、まあ、こういう働き方、こういうライフスタイルを送ってる人もいるんだよっていうのが、ちょっとでもなんか視聴者の一人にでも響いたら嬉しいなっていうことで、今回の動画はシェアさせていただきます。もし興味がある方がいたら別の機会でシェアさせていただきます。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。